昨日、胸ポケットにバラを刺し定例の記者会見に臨んだ掛川市の松井三郎市長は特産のバラの消費拡大を目指す取り組みを発表しましたこのプロジェクトでは掛川市のホームページでバラの購入を促す情報を発信したり市内の農産物直売所と連携し販売を促進します。期間は来月中旬までで そのほかにも市役所内にバラのアレンジを展示したり市議会の本会議で議員や職員がバラのコサージュを着用する予定です。